これ中古で買ったね、なんだろうなやつ、ね、こしね、この3ボタンが効かなくて、さっき一つやったのおかしいなと思って分解したんですよ、裏のこれ取ってびっくりしたよ、元から取れてんのね、これ3つ、それ反応しねえわと思って、これデフォルトなのかな、それとも販売で出した方は意図的に、あの東北ハイさんのガンダムみたいな感じでこんなになんわーっつって抜いたのかな、まあ、何にせよこういう現象が起きてちょっとびっくりしちゃったんで動画にしちゃいましたけど、ね、皆さんもねガンダムとかやガンダムのコントローラーでスト2とかやられてる時にこう抜かれてる可能性があるんで注意しましょうという動画でございました。おしまい。ちょっと1分越したところで終了。